今日高山市の飛騨一宮みなし神社では1年間かけられていた古い大しめ縄が外され重さ40キロほどの真新しいしめ縄が取り付けられましたまた来年の絵と虎の絵馬には虎の力強さでコロナを収束して来年こそは穏やかな年になってほしいという願いが込められているということです神社では三が日で7万人の人出を見込んでおり マスクをするなどコロナ対策をして参拝に来てほしいとしています。